これ GU から出るのやばいね。これ GU なの。襟マジ綺麗だわ。襟マジで綺麗。3990円。安っ。 T シャツの価格。こんにちは、てるです。本日は GU の秋冬の新作を5つ購入してきたので正直レビューしていきたいと思います。はい、ということでね、今回もね、僕また自腹で5つ購入してきました。いいところもね、そしてもう少しこういうところがこうだったらいいなってところもね、正直にレビューしていこうと思います。正直レビュー、 TikTok のやつでしょ。うん、あの人の見るとマジでされたくなる。そう、ちゃんとさ、いいとこ悪いとこ言ってくれるじゃん。そう、ここはいいけど接着がみたいな、リアルで言ってくれるから、うん、そう、マジリアル。なんか行きたくなるよ、ね、間違いない。うん、プチペラのアイテム、うん、でさ、結構周りとも被ったりするじゃん。それこそ最近 TikTok でもなんかユニクロ C のさ、セットパンツ結構トレンドで、うんうん、いろんな人こう被ってやだみたいな、あー話題になってるよね。そうそうそう、見るんだけど、うん、俺的になんか合わせ方かなみたいな。いや、ほんとそうだよね。そう思っちゃうんだよね、うん、このアイテム、こういうのと組み合わせるとすごくいいよっていうのね、アパレルできたの僕が、正直に、正直にっていうの普通に正直にスタイリング通しな自分がいいなと思ったスタイリングをね、提案していけたらなと思うので、ぜひよかったら今日も最後までご覧ください。どれからいきますか。あの一番端っこにある、はいはいはい、これね、俺も一番かっこいいと思う、これ、うん、うん。ウィンドプルーフマルチポケットシェルパーカー。おー、シェルパーカーね、うん、まずシェルパーカー何かわからない方に少し説明すると、防水だったりとか防風だったり、あと風通しがいいといった特徴のある、こういった薄手のね、フーディーのことを指します。で、これ結構ロトルで持ってるのネイビーのやつ。そう、この辺に写真貼っとくんですけど、これ GU から出るのやばいね。これ GU なの。ポケットめっちゃ立体的だね。そう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 、なんでこれ立体的で高級感あるように見えるかっていうとね、マチがついてんだよ。あー、そういうこと。そう、そしてですね、今これカーゴパンツのマチついてるんだけど、プチプラとかのポケット系ってマチないの多くて、あーペタッとしてんの。あー、そう、だ立体感がなくて置き受けないから安っぽく見えるっていうのがあるんだけど、これね、マチあるからしっかり、うん、すごい高見えすんだよね。これいくらですか。まずなんと4990円。ほら出た、その時点で、あの正直レビュー、あの価格に関してはもう S 評価はい、ということで181cm66kg の僕は L サイズ着用しました。形いいね。うん、うん、まずあのパッと見かっこいい、うん、第一印象ガチかっこいい。正直リブ一つ目かっこいい、かっこいい。でもう一つがこの袖のところをしっかり調節できるので、もうフラット落としちゃってもいいし、キュッと溜めてここにボリューム作ってあげる着方も良しだと思います、うん。まあ、僕的にあんま絞んないのが好きですね。でもう一ついいところ、3つ目がね、ここにねドローコードついてる。うわー、だから、ね、それは嬉しいわ。竹いじれるわ、うん、1個内側に折り返してちょっと竹短くして短竹で、ほんと今年の気分でも着れるアイテムになってます。あとね、いいところもう一つあるんですけど、袖にねこう高いってんの。ほんとだ、だから肘がねしっかり出て見えるから、うんうんうん、この辺はなんか袖が細いけど形がよく見える原因というか、これ高いってなかったらもっとねなんかのべっとする、うん。あと普通にこれあの軽くてね、あの着やすい、着心地めっちゃいい。ポリエステル 100% にしてはこう表情が悪くないかも、うん、なんか高見えするようなブラックというか。で大前提めちゃくちゃいいんですけど、ダブルファスナーがいいかも。まあそうね、やっぱ開けた方が、まあ、下半身の面積広げられるし、レイヤードもできるじゃん、うん、内側にねレイヤードしてるのがいいんだよね。そう、チラッと見えてるのが。そうそうそう、あとねこれ本当に好みなんですけど、肩もう少し落ちた方がいいかも。あ、今ぴったりなのよ、うんうん、肩ラインが、うん、もう少し落としてあげた方が自然、なおかつね身幅も少し狭いので、うん、余計ダブルファスナーが相性いいと思う。うん、そうね。そう、でもう少しネック綺麗になるかなとか思う、うん、うん、もうちょっと綺麗にできそうかなっていうのは思いましたね。これもう一つ。何？ポケット欲しくない？いやー、横サイド欲しいね。こうしたいよね。入らないんですよこれ。まあ、やっぱ一番気になるのはこの肩のところかな。この形がちょっと気になるかも。もう普通すぎるというか、うん、若干学校の先生見えしなくもない。パンツスラックス感しちゃったら学校の先生がそのスーツ上から羽織ってるみたいになっちゃうから、こういったカーゴパンツとか。少しテック系の要素のあるものとか、うん、こんな感じとかこんな感じのスウェットパンツとすごい相性いい。はい、こんな感じでね、ブラックだけで重たくなりすぎたら、こういったオレンジの、ね、ショルダーバッグとか刺してあげたらめちゃくちゃいいと思います。入るね。パンツはこういったブラックのミリタリー系すごい相性いいし合わせるけど、重たくなるんだったらちょっとこういうオレンジ刺してあげて、それかこのブラックとパンツグレー、グレーブラックの無彩色のツートーンにするとか、ぜひまたやってみてください。はい、ということで続いてはこちらですね。スキッパのポロシャツになります。これそれこそ去年とかの一昨年ね、かなりトレンドで、今年はなんかもう定番になってきてるのかな、だんだん。このスキッパーニットポロのまずいいとことしては、スキッパーだからさ、この首が長くてさ、うん、細く見えるじゃん。あとこのニットポロね、着てなくても分かるけど襟綺麗だね。襟綺麗、うん、襟絶対綺麗、めちゃめちゃ綺麗。あと形もほんと程よくオーバーサイズそう、うんうん、っていうのと、毛玉になるのが早そうかなっていう。毛玉になりそうだね。これいくら？2990円。ほら、トレンドのアイテムを2990円でもワンシーズン楽しみたいっていう方だったらすごくおすすめですね。はい、ということで早速着てみたんですけど、今回はね少し悪いところから紹介していこうと思います。まず一つ、ちょっと丈長いかも。
あ、長い、確かに長い、うん、L サイズでこのサイズ感なので結構長いかもしれないです、うん、一折りするとめっちゃちょうどいい、うん、このぐらい。あ、いいね。あとね、やっぱりかなり毛玉になりやすそうかな。擦れたりするともう毛玉になりそうな感じなので、本当ワンシーズン限定がいいかなと思います。で、正直でこのニットに関してはもうこのぐらいかも。いいところがめっちゃ多くて、まず一つ目も襟マジ綺麗だわ。襟マジで綺麗、うん、襟の大きさ、角度、部位の広さ、広すぎない感じ、うん、が本当に使いやすいなと思います。なのでこういったところにこんな感じでね、ネックレス入れてあげてもすごくいいかも。すげえいいなこれ、うん、なんか色気あるよ、映えるな。これあるとだいで GU っぽさっていうのが全然なくなってくるというか、全然違うね、高見えするよねもう一つがこの襟のところ、リブになってるのか分かる、これ。あ、本当だ、重なってんだ、切り替わってるから、うん、このボディの生地がそのままここだとね、ちょっとたるんできたりとか、なんか安っぽいような一緒になるけど、この細部までこだわってるのは本当にいいなと。あとね、身幅とかすごい好きかも、うん、この広すぎない感じ、ちょっとコンパクトな感じで、袖もちょっと細めというか、うん、太すぎないのはすごい僕好きだったので、これをマジいいところ。着心地はどうなの？着心地いい、チクチク検定1級の俺でも合格です。あら、合格で。これカラー展開がなんと4色あって、このね、ブラック、グレー、ブラウンとパープルなんだけど、このブラウンとかもすごいいい差し色になりそうな感じなので、ブラックもモデルさん T シャツとかと合わせてるから、スキッパーのこのレイヤードしてあげてもいいなっていうのは。それいいね。はい、こんな感じでね、ジャケットのインナーにしてあげるのもめちゃくちゃいいと思います。クールネックのニットじゃなくてスキッパーになるだけですっきりするので、こういった合わせめちゃくちゃおすすめです。逆にさっきみたいな感じで1枚で着てネイビーのデニムとね合わせてあげて、さらっと1枚で着るのもすごくいいかなと思うので、ぜひよかったらやってみてください。これにバッグ持つならこういったブラウンの小さめなバッグ持ってあげて、斜め掛けもねできるんですけど、あえてこういった肩持ちとかでさらっと持ってあげるぐらいでワンポイント作るのがいいと思うので、ぜひよかったらこんな感じでね、バッグもね合わせてみてください。逆にこういった手持ちでもいいかなと思っちゃうかも。くるっと一周してこう手持ちで軽く持ってあげるぐらいな感じが、ちょっとなんか大人の余裕というかということで、続いてはこちらのヴィンテージエフェクトクロスボディバッグ Q になります。このバッグね、2色展開で、僕が今回購入したのがこちらのね09ブラックで、もう1色がねダークブラウン、商品名はダークブラウンなんですけど、店舗でねちょっと見た時ね、少し明るくて、もしかしたらメンズは使いにくいかなと。ブラックってよりチャコールだよね。チャコールだね。なんならグレーぐらい。ボディバッグってあるんですけど、僕としてはこれワンショルかなと思ってて、こんな感じの襟付きのニットとかシャツとか綺麗めなのと合わせるとね、この排他的なね、ちょっとこうグランジ感あるバッグがねバッチリハマるので、ぜひよかったらこんな感じで合わせてみてください。良くないところから言うと、ちょっとねファスナーがやっぱり結構、ね、安っぽいですね。相変わらずもう少し良くなれていいかなっていうのはあるかもしれない。でもダブルファスナーならすごい好印象、うん、でもね悪いとこって悪いとこないんだよね、これ本当に。特にこれで価格2,990円です。めちゃくちゃ安いねバッグ で中もね収納が 1,2,3,3つ、3つもあるんよ。意外と中広いので物もね結構入りそうです、うん、で結構ねシンスのさショルダーバッグチャックつけてるじゃん、うん、チャックあった方が便利ない、マジで便利だね。そう、チャックないとさ、なんか落ちたりとか、うん、やっぱ心配じゃん。別のとこ行ったりしてるもん、ね、あ、そうそう、別のとこ行ったりするから、ちっぽけにもチャックあったから便利だなと思ってチャックつけたから、チャックあった方がいいかも。一応このね表にもポケットあって、デザインだと思ったんだけど、ね、手入んない。ここは多分僕がこのバッグ使うとしたら使わないかな、うん、デザインにしちゃうかも。あとねこれショルダー、ワンショルダーバッグにありがたい長さ調節が結構できると思います。 GU とかユニクロのショルダーバッグってこのショルダー部分がめっちゃ安っぽいイメージあったんですけど、これはいいね、うん、このボディとかなり近いから、しょった時もここがね安っぽく見えない。本当だ、確かに。こういったワンショル今本当トレンドなので、3000円以内でこういったトレンド感のあるワンショルが欲しいって方には超絶おすすめできるようなバッグになってます。はい、ということで続いて4つ目はこちらのデニムジャケットになります。これめっちゃかっこいいね。かっこよすぎる。 181cm L サイズでこのサイズ感ですね。でカラーも今僕が着てるダークグレー、シンプルなんでブラック、ブルーがありますね。個人的にはこのダークグレーが一番かっこよかったですね。で価格はなんとね3,990円、安い T シャツの価格で、形のベースはねそれこそ最近僕買ったヨークとかと一緒なんですけど、サードですね。結構タンタケなんで、まあ、うん、個人的にねこれちょっとやりすぎかもって思ったかも。あ、後ろとか結構短くないもん。短い、お尻全見えだしベルト見えるぐらいだから、結構ねかなりタンタケ、加工感もほんと程よくてすごいかっこいいので、ちょっと長くしてくれた方が使いやすいかなとか思っちゃうかも、うん、でもね気になるとこそのぐらいかも。生地感もちょうどいいし、身幅もいいし、うん、袖もいいし、この襟もねほんと大きすぎて小さすぎてでいいし、GU でよく見られるボタン問題、うん、もうこれ珍しいのが大体シルバーだけどブラックなんで、ボタンがめっちゃ馴染んでるもんね。そうそう、馴染んでるからここは気にならないかも、うん、もし僕がスタイリングするならちょっとこうデニムもちろんいいんですけど、こんな感じでねパンツはセットパンツでグレーにしてあげて、シューズとね小物でブラックで統一してあげるっていったコーデ組んでみました。あんだけだからさ、タックがめっちゃ綺麗に見える、ね、あ、そう、セットパンツのね、うん、これセットパンツにしては珍しい、ベルトループあって1万だよ。タックも綺麗
だし履き心地もいいっていう、ストレートだけどたまってねフレア見えするようなパンツとぜひよかったら合わせてみてください。はい、ということでラストはねこちらのレザーキャップになります。商品名がねレザータッチキャップってなってるんですけど、レザーじゃなくてこれ合皮のアイテムですね。それこそ今年ねレザーのキャップとかもそうなんだけど、レザーのグローブとか、まあ、レザーブルゾンもそうだしコレクションとか多かったので、ぜひね今年気になる方見てみてください。そういったねトレンドのアイテムもね2000円だっけ、1900円、来た1900円なんだ、すごいね。小物って結構お金かけづらいじゃん、ワンシーズン数シーズン使えるか分かんないものにさ1万2万出すのもさちょっとやっぱハードル高いから、このぐらい安く販売してくれるとすごいありがたいなと思います。はい、被るとねこんな感じです。つばがね長いのいいね、つば長いことで顔も小さく見えるですけど、個人的にはねこの横が狭いかも。横狭いね。そうだから顔がねちょっと大きく見える。つばが広いのはすごいいいことなんですけど、横が狭いとね顔のここの面積がさ気になるじゃん。だからね少し顔が大きく見えるかなっていうのは思いました。あとねちょっと浅いかも。最近僕が買ったあのカシミヤ 100% のキャップがあるんですけど、これとかはつばが広いからね顔がちっちゃく見えるのよ。わかる？全然違う。全然違うじゃん。そう。わかるかな？このツバの広さ。なんかそう、シンスでもワンチームキャップ作ろうと思ってんだよ。そう、今いろいろ動いてるんですけど、ある程度深い方がいろんな人の顔に合うし、顔もちっちゃく見えるから、キャップとかはね、結構広い方が使いやすいかなと思います。ほんと合わせるスタイリングとしても、僕だったらこういった加工感のあるデニムにスウェットにちょっとアクセサリー、じゃらつかせて、その上でこうやってキャップ被るとね、かなりこのスウェットのカジュアルな感じとレザーのね、締まった印象が。合うと思うので、こんな感じです。あのスタイリング組んだりとか、逆にもうジャケット羽織っちゃってデニムに革靴とかっていったかなりねそのクラシカルなスタイリングにもハマると思うので、ぜひよかったらねこのキャップも見てみてください。今回はね GU の商品5つ正直レビューさせていただきました。いかがでしょうか。本当毎回ねこれ自腹で購入してるので、今回もまたねいいとこも悪いとこも正直に話させていただきました。これが参考になったよとかまた見たいよと思っていただけた方いたら、高評価だったりコメントのほどよろしくお願いします。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もご覧ください。バイバーイ。$40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold.